大宮賭場線、大宮南紀勝浦線大宮、東京賭場線、南紀勝浦線とは、埼玉県埼玉市、東京都豊島区と三重県鳥場市を結ぶ路線、及び、埼玉県埼玉市、東京都豊島区、神奈川県横浜市と和歌山県東室郡、那智勝浦町を結ぶ路線の二つの高速バス、系統である。全便座席指定制のため、乗車には予約が必要。 両路線とも相性はない。この2系統は、経路も停留所エリアも、認可路線免許も異なる。全く別々の路線であるが、運行会社が、西武グループと参考グループであることや、首都圏で同じ停留所が存在するなどの共通点があるため、ここに集約して記述する。広島長崎など4路線高速バス開設を免許。交通新聞、P1 高速バス。 南紀大宮線の横浜経由に伴う、ダイヤ改正について、三重交通2009年6月5日、高速バス大宮賭場線ダイヤ改正、経路変更のお知らせ、西武バス2011年6月15日夜行、高速バス、賭場大宮線横浜、立川、新宿へ、乗り入れ三重交通2011年6月13日、高速南紀大宮線、三重交通、 2014年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月12日閲覧。高速と場大宮線新宿駅、バス乗り場変更のお知らせ時刻表、バスラマインターナショナル 3P53、加藤義和、私服の長距離バス自由自在、P29。ありがとうございます。